で、まあ、はっきり言って、その障害者施設を視察に行きましたみたいな、そんなな、記事をその、美談のように書かんでいいし、それにてどういう問題があると分かったっていうようなことを、新聞に書かなあかんのとちゃうの。むしろ、ある議員が、障害者施設を視察した結果、このような問題点があると、認識を開始し始めた。とか、そういう認識を新たにしたとか、そういう認識をさらに固めたのであるとか、そこを書かなあかんみたいな。そこを書かれんかって、新聞なんかいらんし。そこを取材せなあかんの。そこ取材でけん新聞なんかいらんし。新聞の書きたいような聞き方する新聞なんかいらんし。な。で、なんか美談みたいな障害者がなんかスポーツでどうのこうの、そう。なんで、模範集みたいに書くのもいらんし。それよりな、もう障害者地域でむちゃくちゃしとんねんから。障害者とか、この方が明らかに精神障害って犯罪ちゃうか知らんけど。なんか、ストーカーのババアどもがなんかギャー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 わけのわからないような内容を人んちの前で言うのも、あれ精神障害、まあ、宗教犯罪とか言う以前に、物的物罰っていう以前に。じゃあ、創価学会、宗教論で修理したら、物罰を受けたばあさんどもが、物的探してんのかって言われんで。そんなふうに言われたくなかったら、明らかに精神障害。そうかな、ババ全員。ん？そんな奴らもまとめろ。宗教団体だろ。どっか山借りて勝手に移住しろやん。他の宗教そうやってるやろ。な、同じに障害者も、部落作らしたらええねん。中で結婚させたらええねん。今は顔違うやろうけど、同じ思考回路の奴らは、結婚重ねたら、同じような顔になっていくから。問題ないやろ、思考回路ぴったりの顔になったら。それ嫌や言うたら。しゃあないで、精神障害なんかやってられないの。じゃあそれやったら。別にやりたことやってるわけじゃないわけ。病気やからな。病気って言われたから、精神障害嫌なの？ LGBT やと病気やねん。なんで増やしないの、病人は。な？増えもせんやろうけど、同性同士だよね。バイセクシャルから増えてるかもしれない。な？そういう出し方じゃないわ。自白してください的なやつだろ。おかしいねん、そんな。な？ちょっと部落作りたいの？足立区 LGBT 部落にしたかったの？な？行政、政治の方がストップかかったの？なんで足立区なんですかって。まあ、芸能人未満が多いから言って。ちょっと待ってよって。そんなことは街にしようって、どんなコンセンサスが議会でできたんですかって言われる。そりゃそうやの。議会のコンセンサスがいるね、当たり前やんか。民主主義やけど、議会制民主主義やけど。それは、すごい、そんなもん潰してまいて、議会乗っ取りやる。議会を、民主主義にぴったりの演説ですよって言いながら、実は議会潰そうと企んでる野党のやから。議会を潰したければ内部から。自民党を潰したければ内部から潰したのやから。ブラックがってな、侵入して潰したりできない。ブラック文化潰したりできないから。あ、じゃあうちかって遊郭文化潰そうとしてるか？西浦のこと必要じゃない。咎めてんやろ。朝鮮半島が、日本人が、テロに、中分に合うっていう犯罪、国際犯罪を犯したって言ってきたから、逆やろって言ってるやろ。朝鮮半島、そして満州こそが性犯罪大国やんけ日本人の女角はずか昔から千年間たちの朝鮮半島の継承に女輸出せざるをえんかそのことなんで朝鮮半島から用意もせんくせに日本のせいにまずするのかって発言したければしたまえって言ってんのにそれまだ要せんまだ日本代わりにまだ日本語で、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 まだ日